恐怖の陸道講師がエクセルサーガのアニメをホラーにしてもいいことをここに許可します。そしてこの新聞を読んだ人には可愛いペットを差し上げます。エクセル君、もう電気はつきますわ、イルパラッツォ様。おや、滞納していた電気料金を支払えたようだね、合法的に。ああ、雪男さんの毛皮を売ったお金でですわ。イルパラッツォ様っても意外にお茶目な。ちょっとハートが窮してしまいましたです、私ったら。いまいち面白くないね、エクセル君。ですか？よいね、はっちゃん。残念ながら前回の作戦は失敗に終わった。申し訳ありません。海より深く反省してます。このくらい深くかね。また行ってきます。で、なぜ失敗したのかね。実は妨害工作らしきものがありまして、どうやら本当に我々に敵対する組織が存在するのかもしれない。おや、久しぶりにこの本部に侵入者か。侵入者。へえ、こんな太い下水道なんてあったんだな。下水にしちゃあんまり匂いはねえな。で、どうする？清掃局の仕事じゃねえのか、こういうのは。ぶっつくさ言うな。さあ、リーダーについてこい。いつからリーダーになりくさりやがったんだ、てめえは。どうでもいいけど、私たちの任務は。ネズミよ、多分。行きましょう。そうだ、とりあえず下水道調査が俺たちの任務だ。続け。セキュリティールーム立ち入り禁止、バット非常事態につき却下。お茶まー。ここは本当にセキュリティールームなのでしょうか。なんか粛清&尋問ルームってムードなんですけど。おっ、なんとなくそれっぽいシステム発見。電源故障。
おお、これだな、犠牲者たちは。先輩、侵入者では。ああ、そうとも言うね。まあ、どうせ数分で犠牲者に昇格しちゃうんだけどね。よーし、座標確認。現在目標は A8 を通過中。レッツ削除、トラップ用意。どうした、はっちゃん、何を悩みぐなう。ぬぬぬぬ、おめでどうしましょう、先輩。どれが何やらさっぱりわからん。しかし、じゃがーし、証拠を許そうと戦況は甘くない。となれば、気合のもとに確率論をねじ伏せて、シュートヒム。つまり、当てずっぽうですね。その通りで、イエース。ゴートゥーシッチ。道が。なんで。自動ドアみてえなもんじゃねえの。たかが下水道に。そんなに変か、下水道に自動ドア。普通ついてねえだろ、普通。閉じ込められたってこと。嫌な予感がするぜ。なーに、他にも出口はあるって。それにいざとなったらこいつもあるしな。うい、暴発したらどうする。大丈夫だって、今度はほら2号だしな。とにかくおとなしくしてろ。これで撃ってみるか。やめろ、触るな、構えるんじゃない。おお、なんか成功気味のフィーリング。さすがは先輩。さあさあ、はっちゃんもズガーッとボタンを押してみて。あ、では遠慮なく。ズゴーン。が危機を未然に防いでいるのだ。おお、平和を守ることのなんという高骨よ。願わくば私もこの身を実践に投じたいものだが、何せ老いたるこの体は今さら。いや、平和を求めるこの年齢は関係ない。少しだけ。何を考えているのだ、カバル。年甲斐もなく発生する気か。年を考えろ。失礼します、博士。下水道の苦情の件ですが。ねえけどな、あのカバーボケてんじゃねえのか。なんだよ、俺のかっこいいとこ見せるチャンスなのによ。やめろって、何度言ったらわかる。捨ててくぞ。渡辺君。え、耳鳴りがしない。そういえばなんか聞こえるな。狭い場所で耳鳴りがするってのは気圧が変わったってことよね。え、逃げんだよ、早く。逃げるだってどこへ。あ、それよりはやっぱこれの出番か。あ、お、こんなもん何になる。ああ、おめえバカだろ。いやい、バカバカ。あとはオキシガムね。松屋、何一人でいい手際してやがる。死にたいの。え、音が近いわ。なんと、うわ。収まったようだな。
大丈夫かい、意識なし。誰か救急車呼べるもんなら呼んでみない。無防備な唇、今愛と感動のマウスマウス。無事だったよね岩田くん。え、あ、あれ、骨、オッケー、関節、オッケー、ちょっと頬をあからめたり、目、心細けに抱きついたり、うん、ある、リアクションってなんだよ。渡辺くんと住吉くんは、さあ、俺もさっき気がついたばっかしだ。あ、気絶してたら厄介ね。早く探しましょう。気絶しそうなくらいいい点だけど。いって、ちくしょう。あ、あやすぎさん、なんでまだこんなところに。わからん、さっぱりわからん。なんだ、何が起きてんだ。これ夢か、夢なのか。なんとか言ってくれ。気持ち悪い。で、なんじゃこりゃ。あなた、おかえりなさい、マイダーリングメス。待っておくれ、今日はお客さんを連れてきたんだよ。なでも霊媒師だそうだ。私だよ、お前の亭主ペドロダイヨ。グダグダー、そげればかー。